そうか、そういうことか。しかしお前にふさわしい妃を選ぶについては大変な苦労をしておるのだぞ。その娘は生まれた時から妃となるべく、話し方も立ち振る舞いも仕込まれてきた。でもその子を愛せなかったら、未来の妃に会うのは何とも不安なものじゃよ。王様に初めて会った時は足が震えたわ。正直言ってわしだってかなり怯えとった。神経が張り詰めて吐き気がしたくらいよ。でも時が経つにつれ、王様をとても愛すようになりましたよ。ということはつまり、愛情と吐き気とはこりゃ全く別物なんじゃよ。それはわかりますが、結婚をするなら私の身分を愛してくれる人ではなく、私を愛してくれる人と。お前は何者だ。自分の靴の紐も結んだことのない男ですよ。いや違う、お前はプリンスだ。靴紐など結んではならんのだ。実はわしも一度だけ自分で結んでみたが、腹が邪魔でえらい思いをした。それは知ってるが、君のことをもっと知りたい。君は何が好きなのだ。殿下のお好きなことが。どんな音楽が好きだね。殿下のお好きな音楽なら何でも。私の好みはどうでもいい。君が私の好みに合わせるようしつけられたことも知っているが、私は君の好みが知りたいんだ。好きな食べ物ある？はい。そうか。どんな食べ物が好きだ。殿下のお好きなものはすべて。ダメだこれ。今日からは私に従わないように命令する。いけません。それでは君は私が言えば何でもするんだな。さようでございます。本当にやるんだな。何でもいたします。犬のように吠えてみろ。大きい犬を。ウッ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 。片足で跳ねる。ウッ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 。今度がオランウータンだ。ウッ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 。おお、どうやら仲良くやってるようじゃの。しばらく外してくれないか。いい娘だろ。心配には及ばんのだ。父上。嘘じゃねえ。シュガーレイ・ロビンソンこそ最高の牧者だ。そんじゃジョルスはどうなんだい。褐色の爆撃か。あれは世界最高のボクサーじゃった。その通り。あんたらカシアスクレイを忘れてんじゃねえの。そりゃそうだ。あれもめっぽうよかったい。ダメだなんて言っちゃいねえ。だけどわしゃあいつは嫌いになったんだい。モハメトアリなんて名前に変えてるからな。おいこらこら、ちょっと待て。人間は誰だって自分の好きな名前を名乗る権利ってもんがあるんじゃねえのかい。だからもしもだな、モハメとアリって長いとなれ、このアメリカは自由の国だ。そいつの意思を尊重してモハメとアリと呼んでやりゃいいんだ。代々クレイって名前だろ。変えることはね。そうだと思う。そんな通りだ。あれはクレイの方がいい。勝手にしやがれて。邪魔見ろ。俺にとっちゃなんと名前を変えようといつまでもクレイなんだよ。あいつは永久にクレイだ。お前たちは3人とも大バカだ。3バカだ。この店の名前も変えた方がいいんじゃねえのか。シャッキリからサンバが理髪でて。見てみろセミ、ここには生活がある。我々には認められなかった人間らしい生活が。ご近所の皆さん、おはよう。はい、ありがとう。あなたにもファックユー。ねえ、やっとお隣に座れたわ。一晩中お二人を見てたの。今晩めちゃくちゃにしてあげる。二人まとめて。皆さん、この黒人意識習慣は自分の気持ちを表現する機会なのです。もう帰るかい。いや待て。ご自分を表現してくださいました。もちろん好き嫌いはあると思いますけど、あの歌には大事なことが入っていました。子供に未来を託すならと。ですから子供たちに自分を表現できる場所を与えることは非常に大切なんです。
それにはリンカーンパークの再建が必要です。これから係の者がご寄付を募るためにバスケットをお回しします。よろしくお願いします。もちろんポケットの中の小銭でも結構ですが、お札ならばなおのこと結構です。ゴミじゃねえ、寄付だよ。クズカゴだと思ったんだ。カチコタネタの。この間抜け。俺を間抜け呼ばれてきたから。何しねってんだよ。このノッポのドスケベ。ミクソが話すと口が悪いな。おめえらと付き合ったおかげ。いい加減にしろって。何？ありがとう。女性だ。アキーモ。なお後日ご寄付を届けたいお方はマクドウェルレストラン、住所はクイーンズブルバードの8507番地です。クイーンズブルバードの8507番地。さていいかな。朝一番でやる仕事はこの歩道の掃除からだ。それからウィンドウはきれいに洗ってもらおう。きれいにだぞ。曇りを残しちゃいかんぞ。おい、これ何してるんだい。キャメラを壊されないうちにさっさと消え失せろ。いいか、マクドナルドの連中がやってきても気にするんだよ。誤解があるだけだから。いいか、あちらさんはマクドナルド、うちはマクドウェルだな。あっちの印は黄色のアーチ、うちのは黄色のアーチ。それにあっちはビッグマック、うちのはビッグミック。オールビーフのハンバーグを使ってるところは同じだ。レタス、チーズ、ピクルス、オニオンもな。だが向こうのパンはゴマ付きだ。うちのはゴマなしなんだ。わしがやる。さてと、キッチンの中は日に二度モップをかけてもらう。やれるだろうな。ええ、もちろんですよ。よろしい。うん、やってみる。バケザヨゼ、お前には無理だ。それでと、ここが済んだら忘れずにゴミを出すな。はい。来たまえ、君には優しい仕事がある。